頭で考えた文章を入力するのであれば何の迷いもなく文字を打ち込んでかな漢字変換することは問題ありませんよねしかし紙の資料を見ながら文字入力をしていると困ることがありますそれは読み方を間違って覚えていたり読み方のわからない漢字が出てきた時ですそういう時には知っている別の熟語を入力して 不要な部分を削除したりしししてるでしょうしかし別の熟語も分からず入力できないそんな時には入力をあきらめるしかないのでしょうかいえいえあきらめる必要はありませんそこで役立つのが IME です今回は IME パッドを使えるようになりましょうデジタルグッズを活用して日常を便利で快適に過ごせるように。 何か一つでもプラスになる情報を届けしたいそんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です今回は IME IM、e、IME は Windows10 に標準でインストールされている MicrosoftIME こちらを使用しますまずは文字入力ができるようにスタートメニューの Windows アクセサリーから メモ帳を起動しましょう。わかりやすいようにウィンドウを最大化しておきます。それでは早速、IME パッ d こちらを表示してみましょう。 まずはタスクトレインに表示されている日本語入力アイコンこちらを右クリックしてショーートトカットメニューを表示,します表示されたメニューの中に「IMEPAD」という項目がありますのでそこをクリックしましょう。 これが IME パッドになります IME パッドの左側にはアイコンが5つ縦に並んでいますこのアイコンをクリックすると IME パッドの機能が切り替わります現在は一番上のアイコンが選択されている状態で手書き機能になっています手書き機能の下のアイコンをクリックすると文字一覧から 文字を入力できる機能に切り替わりますのでクリックしてみましょう左側には文字カテゴリーが表示されて右側には文字が表示されています文字を分類で区切ってくれてますので入力したい文字の分類を 左側で選択すれば右側の文字が変わりますそれでは数学で使われる記号の「なぜならば」「しかるに」というのを入力してみましょうまずは文字カテゴリーから「数学記号」を探してクリックします 右側に表示されている文字が変わりましたねここで下へスクロールして記号を探しますがあまりに下へスクロールすると文字カテゴリーが数学記号から次のその他の技術用記号に変わってしまいます。 ここで注意してもらいたいのがスクロールが下だけではないということです左右にもスクロールできるようになってるんですよそれでは文字カテゴリーが変わってしまったので数学記号をクリックしましょうここで右へスクロールしてみましょうなぜならば「しかる」に「 を表す記号が出てきましたねそれではこの記号をクリックしてみましょうメモ帳に記号が入力されましたので Enter ーキーで確定しておきますこのように文字の分類から入力したい文字を探せるのが文字一覧です文字をカテゴリーで分けてくれているので 入力したい文字を探すすのに助かりますね。特に今回のように特殊な記号を入力したい時には役立つでしょうしかし入力したい文字を探すなら画数や部首から探したいということもあるでしょう文字の部首から探したい時には IME パッドの左側に並んでるアイコンの一番下をクリックします これで表示が画数、部首、文字の三列になります上部に表示されている画数をクリックすると画数を簡単に選択できるようにリストが表示されますこれをドロップダウンリストと言いますこのドロップダウンリストから部首の画数を選択すると 選択された画数に応じた部首が2列目に表示されますここでは10画を選択しましょう2列目に部首の一覧が縦に表示されましたここでは高いを選択しますすると 右側に文字が表示されました。ここでは「今日をクリックしてみましょうメモ帳に「今日という漢字が入力されましたので Enter ーキーで確定しておきます続いて IME パッドの左側に並んでいるアイコンの「 下から2番目こちらをクリックしてみましょうこれで文字の総画数で入力したい文字を探せるようになりました先ほどの部首の時と同じように画数が表示されているドロップダウンリストをクリックすると画数のリストが表示されます ここでは二十角を選択しましょう。ここでは岩ををクリックしてメモ帳に入力してエンターキーで確定しましょう。緩和辞典で漢字を調べるように部首や 総画数で文字を探して入力することができるようになりましたしかしこれでは時間がかかってしまって面倒ですよね入力したい文字を手早く探すんやったら手書きです IME パッドの左側に並んでるアイコンの一番上をクリックすると手書き部分と文字部分の2列が表示されるようになります 一番最初に表示されていた内容ですねこれで空白部分にマウスで文字を書けばその右側に書いた文字に一致する文字が表示されますそれでは早速マウスで文字を書いてみましょうマウスで文字を書くのはドラッグ操作になりますまずは簡単な漢字「文」を書いてみましょう 綺麗に書く必要はないので、安心してください。書いている内容に合わせて、右側に表示されている内容が変わっていくのがわかりますね。ああ、変なところに線を書いてしまいました。こういう時には、戻すボタンをクリックしましょう。 書いていてた操作を一つ戻す,ことができます」戻すボタンの下にある「消去」ボタンをクリックすると書いた文字を全て消去することができますので最初から書きたい時にはこちらのボタンをクリックしてください。 さて、ここまで書いた時点で「もん」が表示されていますので「もん」をポイントしてくださいポイントするとその文字の読み方が少しの間だけ表示されます読み方が分かればキーボードから文字入力できるので。 入力してもいいんですけれどもこの文字をクリックすれば直接入力できますのでクリックしましょうクリックした文字が入力できましたねそして入力ができるとマウスで書いていた文字が消去されますそれでは Enter キーで確定しておきましょう それにしてもこの手書きできる部分が小さくて書きにくいですよね狭い場所ではマウスで書きにくいので手書きできる部分を大きくしましょう IME パッドの右下をポイントして右下へドラッグしてください IME パッドが大きくなりましたけども手書き部分の大きさは変わってないですね手書き部分と文字部分の間をポイントしてくださいマウスポインターが左右の矢印に変わりますので右へドラッグしましょうこれで手書き部分が大きくなりました これだけ大きければマウスで書くのも書きやすくなりますねこの IME パッドは一旦閉じておきましょう IME パッドを使えば読み方がわからない漢字や記号を入力することができるようになります今まで入力するのに苦労していた文字を入力するのに役立つんですけれども IME パッドでは入力するのがめっちゃ難しいものがありますそれが絵文字です絵文字を簡単に入力するなら IME パッドではなく絵文字パッドを使いましょう絵文字パッドはキーボードの Windows キーを押しながらドットキーを押せば表示できます絵文字パッドを表示できました 絵文字パッドは絵文字アスキーアートの顔文字記号この3種類で表示を切り替えることができますので入力したい文字に応じてクリックして切り替えましょう。 ここでは絵文字の「OK」をクリックしてください絵文字がメモ帳に入力されました絵文字パッドでは IME パッドで入力した時とは違って確定文字として入力されます IME パッドそして絵文字パッドを使用すれば読めない漢字でも特殊な記号でも 絵文字でも入力することができますそれでは絵文字パッドを閉じておきましょうちなみに記号に関しては記号と入力して変換することでも入力できますですからかな漢字変換で入力してる人も多いでしょうもちろん記号の名前が分かってるならその名前を入力して変換することもできます 矢印記号などは矢印と入力して変換している人が多いですねですが矢印記号に関してはもっと簡単に入力する方法がありますので最後に紹介しておきましょう矢印記号特に左右の矢印記号を頻繁に使用している人にとっては驚くかもしれないんですけれども めちゃめちゃ簡単に変換できる方法があるんです右の矢印はマイナスと大なりを入力して変換すれば右の矢印に変換できます左の矢印は小なりと マイナスを入力して変換すればいいだけなんですよちょっとした方法なんでね覚えておいて損はないです デジタル教室ではパソコンやスマホの初心者に向けて何か一つでもプラスになる情報を発信しています今回の動画があなたにとってプラスになったと思ったらチャンネル登録そしてグッドボタンでデジタル教室にもプラスワンしてください YouTube だけではなく Twitter や Podcast でも情報を発信していますので概要欄からアクセスしてみてください次回もあなたにプラスワン